はい。う大さんアドベンチャー実況その3、はい、始めます。3忘れたで、今回その3ということで最終回ということもあり、これまでお届けしてきました3人に加え、お二方のゲストを迎えております。1人が画面左で、アーチ君で、次はこちら、ゲンビニャンです。ですねこのお二方は、美術館の非公式キャラクターです。で、この無題さんアドベンチャーの主人公無題さんは、現代美術館の初の公式キャラクターではあるのですが、このお二方が無題さんの先輩ということになりますので、この最終回、この5名で、お伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。始めます。お願いします。始めます。前回の続き、はい、前回モノハトムの兆しを手に入れたので、残りはあと2つ2つですね。はい、はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、頑張れ。でも前回、あ、いいのか、この辺は読みましたよね、また手紙だ、差出人は河原を、ハイドトラップ、あと12時24分PM とだけ記されている。あ、落ちてる、それ手紙、手紙が落ちてますね。まあ、この辺は前もずっとありますね。でも上には行けないのかな。どれかおるよ、エホエホあ、ジョギングの人です。分かんない、困った時は矢印。じゃあ行きましょう。あ、矢印、はい、誰、ボロボロの服だ。あ、これもずっとありましたよね。うん、そうそう、あちこちに落ちてたやつね。うん、風に舞って肘山を漂い、ここに落ちてきた、うん、猫が矢印にかかってる。にゃ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 ーん邪魔をしているような。じゃあ猫、矢印に広島シリーズより広島71、石内美代子、2025年。じゃあ行きましょう。イエーイ。こんにちは、舞台さん。知ってるわ。あなた、いろんな場所で私のことを見ていた。あなただけが気にしてくれていた。なんだろうって、ボロ切れのように見えるでしょ。でも、本当は違う。少しだけ話をしてもいい？聞いてみましょう。はい、はい、私はボロ布じゃないんだ。もともとは可愛いワンピースだった。でも原爆の炎で焦げちゃったんだ。それ以降、私は単なる被爆資料になって広島平和記念資料館に収蔵されていた。ここまではいい？はい、焼け焦げたボロ布、歴史の資料、そんな私に光を当ててくれたのが写真家石内都。平和記念館で眠っていた私を収蔵庫から出して撮影してくれたんだ。結構いい感じに撮ってもらっちゃった。その写真のプリントが現代アートとして現代美術館のコレクションになったというわけ。コレクション、英語で言うとかっこいい。ここまでは OK？ OK？ え、いや、もういい。聞きたいんや。聞いてみるにゃん。あ、やばい、終わっちゃった。最初からになっちゃった。なんと。同じ説明が2回聞けるっていうやつですね。なるほど。むしろね。ここの説明をもう一回準備にある。たいのか。あげた。君が聞きたかったんだい。君がなんか違うこと言ってくれたかな。一時期一緒でしたね。うん、はい、いいですか、ゲンビニャン。はい。はい、被爆資料も大切なことだけど、綺麗に撮影してもらって現代アートとして美術館にいるのって嬉しいんだ。うん。かっこいい。イケてる。だってすっかりボロだけど、私は洋服、もともとファッション、ワンピースだもん。おしゃれ最高。
そんな気分なんだ。はい、この話こおしまい。はい。気にしてくれてありがとう。カツラヘルメット。あなたのヘアスタイルかっこいいね。肘山です。かっこいいね。というわけでどうぞアートの兆し受け取って。イエーイ、やったー、やりました。おめでとう。残る兆しはラスト1個、ラストです。ラスト、手紙だ。差し出し人は河原王。またありましたね。うちも塞がれてますね。風に吹かれてボロの場は少しだけ移動してみました。もう行けないんだ。俺ピースの模様がわかる。なるほど。よくできてる。道塞がれて、さっきの猫がおるの。そうですね。降りましょうか、じゃあ。うん、あれ道が変わってる？こんな、あ、これか。こんなんじゃなかったですって。うん。先ですか。今どこなの？これ多分あのタモインさんの、あ、そうです。そうです。そうやね。修行は無常ならば、アートも無常。ナムナムナム。悟りの境地にはまだまだ遠いのだそうです。猫ちゃん、おにゃまたまた手紙だ。河原お迷惑メールではないけど、だいぶ手紙持つとるな。うん、そうなんよ。ずっとありますね、手紙は。山にちょっと郵便局がちょっと疲れてた。あ、そうですね、うん、そういうこと。そう、この先広島式、あ、これ遡ってますね。うん、うん、ここね、最初の場面に戻ってきたって感じ。これ郵便配達、うん、してないかって聞いてみたら、いや、ちびっこ郵便配達が忙しすぎて結局美術館に行けてないんだ。やっぱりいつか絶対行くから、その時は案内してよ。とにかくこの河原音って人、手紙出しすぎ。なるほどね。待って。そうなるほど。これがポスト。郵便受けには手紙がぎっしりだ。じゃあちょっと兆しかな。見ましょう。兆しだね、これ。行ってみましょう。おこんにちは。なるほど、君が無題さんなのか。憂鬱作品の声が聞こえる珍しい能力。さあ最後の兆しは僕だ。話を聞いてくれるかい。はい。君が道で出会った手紙、定期的なはがき、それは実は現代アートなんだ。作品名はアイボットアップ。何時に起きたよという内容を1日2通11年間送り続けたプロジェクト。ここまでは理解できた？はい。怪しかった。大丈夫かい？シンプルに同じことを長期間続ける、そういうコンセプチュアルアート、面白いとか美しいとかではないよね。でも日付や時間の集積から作家の生きた時間を想像できる。とにかく彼はやった、そういうことだね。分かった？うん、はい。分かってなさそうだった。分かったよね。大丈夫。うないさん、君も同じかもね。とにかくこうして8個の兆しを全部集めたんだから、お疲れ様、受け取ってよ。これが最後のアートの兆し、やりました。なる最後すごい。8つ目のアートの兆しを手に入れた。おめでとう。任務完了。アーチくんだとできるのかな。むずい。おむずい感だね。声が聞こえるのか。アーチくん喋れるのかな。とにかく君はやるべきことを上手にやり遂げた。コングラチュレーション。え？どうやら美術館リニューアル工事が終わったらしい。おー。冒険はもうおしまい。新しくなった広島市現代美術館にレッツゴー。音楽が終わったよ。入れるのかな。行ってみましょうか。電車ね。あ、電車の塔も届かない。すごい。美術館に向かおう。なんか曲がかわいい。疾走感。なんだか今日はいいですよ。騒がしいの。リニューアル？生まれ変わった。ということか。生まれ変わった。これは？
母さん、そろそろ美術館がオープンするそうですと書かれている。おお、あ、あれか、マイマーズだ。あー、かもしれないですね。この横さん、にゃー、ま、マイマーズにゃずっとやってる。にゃー、にゃあ、ポストマン慣れない場所が、オープニングセレモニーに間に合うだろう、うん、あ、行こうとしてんの、招待客、招待客かかな、うん、何や、おしゃれしてる。美術館は道なりに行けばいい。そうです、そこに、あ、そういうことね、うん、あ、道なりに行けばいいって教えてくれたんですね、うん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 、お、待ってる人、今日はお祭りだーい。おー、あっち行こう、行きましょう、行く気ではないけど、ね、どんどん上がっていってるってこと、そうそう、ぐるっと山をロータリーしてたよ、隠れちゃった美術館に戻りたい。え、今日リニューアルオープン？どういうこと？え、それ何？これ手紙？違うんじゃない？隠れちゃったって？エブリシングイズエブリシングの、あ、ああ、逃げ出してた、逃げ出してたやつ。そうですね。あ、そうだそうだ。そうそう、その絵を見てください。出てる。すごい日用品が。そう、そこからね、見張り組の目をかいくぐって逃げ出しそうね、なんか。はい。お、オープンだにゃん。ゲンビニャン。それ猫でしょ。リニューアル工事なんとかギリギリオープンできたよ。ギリやったね。猫の手も借りずに。あ、なるほどね。そういうことね。新しくなった美術館、カフェができたんだって。できましたよ。キッズスペースもあるって。あれあれ。イエイ。あ、あ、ビフォーアフター。展覧会ビフォーアフター。開催間近。マジか、マジか、まだないや、まだ。おー、いっぱいいる、めっちゃ人おるやん、あ、さっきのジャーナリスト、ジャーナリストしましたよ、うん、なるほど、悪くないリアルな。カフェカフェカフェ、いいね、前よりも明るくなったわよね。あ、そうですね、ついに美術館に入る時が来た。ドキドキ。撮影しますか。あ、こいです。ここを通っていただいて、あの、はい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 。どうぞどうぞ、大丈夫ですよ。そして声が入ってる。全部入ってるよ。中の方がハードだったね。あ、これは中の人かな。やっと寝れる。ちょっと学芸の人っぽいコメントです。なんとか 足並み揃いました。やったー。ミュージアムショップ。ミュージアムショップ。339。お。舞台さんグッズ売ってるかな。お。お、売ってるんだろう。どうなんだろう。どうなんでしょう。売ってないでしょ。売ってるかもしれない。場合によります。場合によります。これどうしますか。下とか横を見てみますか。行ってみましょうかね。行ってみましょう。そう、猫ちゃん。にゃ。黒猫。にゃ。微妙に変わってるね。なんかボイカーみたいな。そうそう。ボイカーの最初に叫んでた人ですよ。あ、そう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 。あ、また叫んでます。うわ。これも安定の、そうですね。このムーアのアーチね。あ、そこからこのアーチ始まります。あ、そうです。そう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 。あ、いやいやいや。
手がこっから生えてる。みんな新しくなった美術館に行っちゃった。でも私ここが一番好き。お、ですね。ありがとうございます。そんな感じで、こっちもまだ行けますよね。あ、行ける行ける。うん、ビフォーマット。これ、ハンバーガー出てますよ。あ、ここにもこれは。オープニングのどさくさに紛れて脱走成功。やっぱりしてんねや。やばいやばい。やばい。空間じゃん。どこまで行くんだ。野生に帰ってしまった。野生に帰る。野生から来てない。再現場もあるじゃん。そうですよ。再現場ですもん。すごいすごい。エホエホ、あ、エホエホ、ジョギングしてますね。あの人いたね、前から。スカイウォーク整備中、美術館に向かおう。こっち行ったらスカイウォークですね。あ、なんかもうエンディングが近づいてきた感じですね。じゃあ美術館に行きましょうか。うん、ちゃんと綺麗になってるなりましたね。確かにボロボロだったのに。そうそう。壁が落ちたんですよ。瓦礫が。待ちに待ったリニューアルオープン。ようこそ美術館へ。ゲーム終わりますか？ああ。ああ。ああ。でも全部見ましたよね。見ましたね。終わりましょうか。うん、はい。ああ。ああ。あ、戻ってく戻ってく戻ってく。ああ、なるほどね。サンキューフォープレイング。いい、かわいい。終わりました。イエーイ、イエーイ。完了、完了、完了です。完了。あ、終了です。終了。終了です。制覇。制覇。コンプリート。コンプリートです。では終わります。ご視聴ありがとうございました。